タイ、ハジャイの夜市、ベトナム、クイニョンの CH、デム夜市は、主に、中華圏や、東南アジアを中心に存在する、夕方から、真夜中に営業する屋台、露店、雑貨、売店、移動販売などの集合体である。特に熱帯や熱帯地域においては、昼間の暑さを避けて比較的快適な夜に、人々が外出するために、夜市が発展している。 中国語では、夜市、台湾語では、夜市語、商店、ベトナム語では、CH、デム。英語では、ナイトマーケットの他にナイトホカーズとも。日本語では他にナイトマーケット、ナイトバザール、お店等と呼ばれることもある。お寺、大学、駅、公園、川沿いなどを中心に発展していることが多い。隋や等の時代。 市場は厳格な規制を受けており、管理の完成で、開店や閉店時間が決められていた。万刀の時代に、長安の高人坊で、夜市が始まったと言われている。その後、落葉、開封、洋州などに発展して行った。創の時代に書かれた、東京夢家録などに、当時の夜市の様子が描写されている。東南アジアの熱帯及び、 亜熱帯地域では昼間の高温を避けるため夜市が自然に発展していき庶民の憩いの場、生活の場として愛されている。特に台湾では夜市が観光資源として重要な役割を果たしている。しかし国が豊かになり道路占有や食品衛生に関する法律が整備され人々の思考も変化していく中、 かつて日本の大都市から屋台が姿を消してしまったようなことが起こる気配もある。観光目的や文化的な遺産として夜市を残したいという発想がある一方で時代の変化の中でこれらのビジネスモデルがどのように変化していくのかは非常に興味深いところである。文化圏によってまた土地によって違いはあるが飲食の各種屋台、服飾品、アクセサリー 罠投げなどのゲームが主である。他にも手相占い、似顔絵描きや演技物を描く書画の実演販売なども見られる。台湾やベトナムやラオスでは子供向けの小規模な移動遊園地も併設されることが多い。夜市には伝統的なものが溢れていると思われがちであるが、決してそうではない。屋台間の競争が非常に激しく、 例えば若者などの指示を取り付けるために常に新しい取り組みを行っている店が生き残るなど、店の流動性が高い。伝統的な商品、食品だけでなく、若者の最新のトレンドなどが、玉石混交に垣間見られる。地域の夜市は、現地の人々の生活に密接しており、観光客に知られた大型の夜市とはまた一風、違った。 人々の生活の様子を垣間見ることのできる非常に興味深い場所でもある。日本に関する記述は屋台を参照。かよしの文化炉夜市、高尾の国夜市、台南の花園夜市、台中の青空夜市、台北の市林夜市などが大型の夜市としてガイドブックやメディアなどで紹介されることが多い。メディアを再生するカレン,ケンの夜市南アジアでは、 街ごとに、夜市があると言っても、過言ではない。下記は、日本の観光ガイドブック等に載っている有名なもの。秋文社旅行ガイド編集部。コトリップ海外版、台北へ。秋文社。P32。ISBN 978から43億9815万4 4, 4 2二、地球の歩き方 D21 ベトナム1213。ダイヤモンドビッグ社。 P67ISBN 978から4から47804304にマレーシアの旬な情報や旅の魅力をお届けする月刊ウェブマガジン M スタイル2016年1月13日閲覧ありがとうございます